はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。ラキトウモロコシ様、中沢六三様、志向様、ご支援とお手紙、ありがとうございました。お三名とも お手紙、くださいました。ありがとうございます。私へのお手紙や物品支援、はですね、住所なんかは動画説明欄、もっと見るをクリックしていただくと、ババッと見えるようになりますんで、そちらの方からよろしくお願いいたします。11月19日、外国人実習制度廃止でも、池袋で、行います。皆様、ご参集よろしくお願いします。12月29日、メール党員懇親会やります。よろしくお願いします。おとといのですね、おとといじゃないか、1日の参院予算委員会で、中国が尖閣諸島近くの排他的経済水域、これは領海ではないんですけれども、日本の法治が効くという海域ですね。日本の法に従う。つまり日本が、臨検したり、できるっていう、に勝手に設置した部位について、維新、中国が撤去しないなら実力で撤去すべき。上川外務大臣、海洋法条約には明文規定がない。引き続き外交ルートで撤去を求めていくと答弁いたしました。世論です。不法投棄扱いで撤去するのが通常対応だぞ。何をされても何をしませんって言ってるようなもんだぞ。実効支配って言葉知らないのかよ。中国の戦術にはめられまくってるじゃん。撤去すれば日本の主権が及ぶ地域とアピールできるのに。どんな場所でも前例作らしちゃダメだろう。外務大臣の意見じゃなくて、外務省とですね、岸田政権の総意なんでしょうね、これね。ことなかれで決断できないリーダーと外交交渉せずに撤去しちゃったら、外務って仕事がなくなる外務省は都合が悪いんだろうな。岸田派宏池会はですね、大平正義の楕円外交っていうのを信条にしてですね、とりあえずうんって言っとけっていうですね、思考停止の土下座外交を信念としております。何十年経っても会の性質変わらないのはなんでだろうな。そういうやつが入ってくからかな、新しくな。余計なことは考えたくないっつう怠け者が、宏池会は居心地いいのかな。とりあえずうんと言っとけってね。この外務大臣の発言は、非常にまずいと思いますよ、私。なぜなら中国共産党はですね、いいこと聞いたわ、つって、喜んで二つも三つも、十個でも追加で、設置に来るよね、これね。この点で高市さんは、やはりまとも、規定がないなら、撤去しろ。その通りだよね。すべてを想定した規定なんか、あるわけねえだろって。現に中国が、勝手に設置っていう想定外のことやってんでしょう。だったら想定外の対応しないとね、何でも前例があるとか、何でも教科書に書いてあるとか、何でも法で決まってるとか、わけねえじゃん。わけねえじゃん。何言ってんの。V の数増やされて、慌ててからでは遅いんですよね。立憲の広島、鹿児島県議団。自衛隊の民間空港を使った訓練を中止しろ。近隣諸国を刺激するな。関係各所に要望書提出。そのうち一つの鹿児島県危機管理課、回答するかどうかを含めて対応検討。無視もあり得るよっていうですね。言うこと聞いてらんねえって話ですかね。世論です。どこの国の政党なんだ。大切な訓練の妨害するとか。挑発してる近隣諸国に言いなさい。刺激しても死ななくても中国の侵略は止まらない。これだから立憲には絶対に投票したくない。泥棒を刺激するから鍵かけるなってバカだよな。素直に日本は抵抗せずに侵略されろって本音言えよ。日々我が国の防衛の妨害に努力する努める立憲と、これはもちろんパヨ内の地位を高めるためですね。こういうことをやると一般人はバカだなって思うんだけど、パヨの中では評価が上がってですね、出世できると。こんな議員とですね、支持者も守らなくちゃならないっていう自衛隊が気の毒ですよね。こういう連中はですね、我々は守んなくていいです。自衛隊には反対してます。防衛には反対してますって、一目で分かるようにしてもらいたいですね。額に入れ墨入れとかね、防衛反対って。国防に口出す県会議員って滑稽ですね。
何様なんでしょう。防衛は国の専権事項、なんだけどな、あ、何言ってんだこの人ら。こんなバカばかりだから支持率落ちっぱなしなんだよね。そのままバカで言ってくれ、そのままバカ貫いて共産党ともどもね消滅してくれって話だよね。自民党和田政宗議員、トルコがクルド人勢力を弾圧していないとの言説は事実とは異なる。その根拠とした報道がこちらなんですけれども、つい最近トルコ軍に拠点をミサイル攻撃されたテロ組織というより反乱軍規模のクルド労働者党の下部組織と検察に見なされて解散請求命令出された政党があったっていう話なんですね。これがなんで弾圧や迫害なんだか、あ、全然わかんない。例えばなんですけど、令和がですね、テロ組織中核派の下部組織であるってみなされて解散請求出された。統一教会も行儀が悪いってことで、解散請求出されてますよね。これと何が違うんだって話なんですけど、角丸枝野や、総連社民党や、ピースボート、辻元や、中核派の令和が合法なのは、スパイ防止法がねえね、我が国ぐらいですよ。他の国だったら令和だって、とっくに解散請求されてんじゃねえの？世論です。記事の内容がクルド人が迫害されてって話じゃないですよね。それが我が国と何の関係がある。極めて限定的な話で全体を語ることはできない。テロリストの疑いがかかった人間を受け入れるって言ってんの。和田さん何焦ってんの？クルド人じゃなくて日本人のために働きなさい。反乱軍と関係が深いと検察に見なされた政党が解散されたって話で、それがどうしたって感じですよね。トルコ国内のクルド人全体と反乱軍をごっちゃにしてミスリードをやめてもらえますか。それはですね、ハマスとパレスチナ人をごっちゃにしてですね、イスラエルを叩く仕事と同じですよね。だから川口のクルド人の応募を受け入れてろっていうことだったらば断固拒否ですよ。この人ら本国で迫害されてんだ、だから受け入れるって言ったら断固拒否。トルコ国内で本当にね、クルド人が弾圧迫害されてるんだったらね、600人定員のトルコ国会で、この政党が55人の勢力になるわけないじゃないの。規模的には公明党よりどこよりも大きいよ。維新に近いぐらいかな。仮に、本当に弾圧されたとしても、知らねえよ、そんなの。なんかあったんでしょ、弾圧されるような理由がさ。知らねえよ、そんなの。日本と川口市、蕨市市民には関係ねえよな、そんなの。知らねえよって。それがどうしたの？アフリカで何人餓死しようが、日本人には何にも関係も関心もないでしょ。手出し無用だわ。和田議員ね、そんなにクルド人擁護してんったら、自分家で引き取って保護したらいいんじゃないの？この人次は落選でしょうね、これね。こんなこと言ってんだよね。今日の単身であります。岸田総理、フィリピンに行って 9.5 億円の無償援助を約束。行く前から、また気前よくばらまいてくるんじゃないだろうか。っていう懸念が大当たりです。人の金でいい格好できて、嬉しいか。嬉しいのか。21年に落選し引退した、原田義明、元環境大臣、79歳。統一教会から来た女性数人が、選挙の電話かけ、ボランティアやってくれた。ウィンウィンの関係だった。強引な金集めで、解散請求されるような、行儀悪い団体に、ウィンさせちゃダメだろ。何がウィンウィンでってね。一体何言ってんの、この人。こんな場が落選してよかったですね、本当に。杉田美代さん。あれ字間違っちゃった。安全保障委員会理事に就任。最近、朝日毎日が、パヨ新聞がこぞってですね、差別主義者って杉田さん叩いてんですよね。っていうことは、パヨどもは、杉田さんが目障りっていうことで、自民党は応援しないけど、杉田さんは全力で応援しないとなぁ。読売記事。生まれてくる子供の24人に1人が、両親もしくは片親が外国人。日本で生まれてくる子供ね。5% で騒ぎ出す。10% で暴れ出す。っていう世界がもうすぐ本当になっちゃいますね。戸籍は男でも内心は女性のトランスの入学を受け入れていた女子大は現在5校、3校が今後受け入れる予定。受け入れしてんのがお茶の水大、奈良女子大、宮城学院女子大、千里禁断大、
ノートルダム精神大、今後受け入れる予定は日本女子大、津田塾大、広島女学院大、ジェンダージェンダー言うならそもそも女子大やめればって話なんですけどね、なんでなのって言うんですね。みんなこぞって共学になってんじゃん。私の母校の高校ね、男子校も共学になっちゃったよ。ジェンダージェンダーって子供家庭庁の公金が入っている NPO シングルマザーズフォーラム、これシングルマザーの支援とかやってるとこってに800万円の使途不明金発覚。子供家庭庁予算は5兆円規模なんですけど、どんだけがずさんに使われてるか見直し必要なんじゃないですかね、これ。コラボ以来ですね、NPO とか社団法人とか聞くとうさんくせえなーってしか思えなくなりました、私。あと赤い羽募金もね。川口市で宅配を装った中国人3人組による強盗致傷発生。縛り上げて金取ったって、女性を縛り上げて。2人は逮捕、1人は逃亡中。それもこれも何しに行ったか知んないですけど、中国に30回以上行ったっちゅうね。外国人に激山の主張のせいですね。現主張。そういえば、林法政も、足しげく中国に通ってましたけれども、女がずらっと出てきて、どれでもいいですよ、選んでくださいとか言われる天国が待っているんだろうか。横浜市タイ料理店の店員2名に、日本人5名が因縁をつけて激しく殴る。刃物で反撃され1人死亡。被害者を擁護するコメントなし。むしろですね、町のゴミ退治ありがとうの声が多かったであります。先日イスラエルに宣戦布告したイエメンについて、バーレーン政府がイスラエルとの国交を断絶すると発表。大使を追放。イスラエル政府、ガザ以外にいるパレスチナ人労働者をガザに強制送還開始。一切の関わりを断つと。強制収容したりしないのは優しい。ちなみにですね、ジャニーさんとメリーさん、アメリカの日系人収容所にいたことあります。送還した先のガザをですね、激しく攻撃してるのは置いといてね。イスラエル国会でハマスの虐殺の数々が上映され、見せられた国会議員たちが阿鼻叫喚、退席者が後を絶たず。イスラエル政府、ハマスの人員と武器を運搬していた救急車を攻撃者と発表。子供を集めて盾にするような連中ですし、そんぐらいありそうだな。攻撃されにくいですね。学校や病院を拠点とするっていうことも有名であります。スタンフォード大学、人手の体はほぼ頭部だったわ。頭が歩いてたわ。気持ち悪。最近のDNA 検査で分かったらしいんですけど、頭が歩いてる。人手は頭だった。気持ち悪。気持ち悪いですね。というわけでですね、メール党員様になって日本改革党をご支援ください。メール党員のご登録はですね、動画説明欄のもっと見るをクリックしていただくと、そちらからご登録ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。